私たち見えてますか？あやです。ゆかです。あやゆかです。全く、レシピもメニューもまだ私たちは知らない状態で、うん、ゼロから作るということで、今日のメニューは何ですか？はい、せーの、じゃん、スイートポテト。早速、よし、どうする？目の前にすごく大きな、これはね、使わないとダメだね。そうだよね。茨城県はさつまいも生産量第2位。すごい。そうだったんだ。ゆかがあのスイートポテトの先生なんですよ。え、そうなんで、あ、そうなんで、なんで驚いた言ってたじゃん。そうなんですよ。学生、高校生の時にスイートポテト作ったことあるんです。だからできるはず。よし、任せた。私は初めてだった、うん、お、綺麗になる。すぐ色が出るよ。じゃあ向こう、うん、よし。わあ、あ、これさ、茹でるよね。え、うん、これ終わった後めっちゃ綺麗に切ったね、うん、え、なんで？私めっちゃ汚いかな。あれ、茹でてから切った方がいいのかな。あ、それか、そうだね。入る？あ、怖い怖い。大丈夫大丈夫。入んないね。色が濁ってきたよ。危険だよそれ。めちゃくちゃ危険だよそれ。包丁無理だ。切り込みがめっちゃある。あ、いけた。雑だ。あ、なんだろうこれ。え、何これ。出会えてよかった。笠間の栗ジャム。これも茨城県産だよ。あ、ほんとだ、入れなきゃ。おいしそうだね。かける。ちょっと味見しようよ。あ、蜂蜜のちょっと匂いが。あ、ほんとに、うん、甘い。うん、ね、栗だ。これ入れよう。絶対入れよう。ねえねえ、なに？胡椒が入ってる。甘いものに胡椒入れたら多分美味しいんだよね。ちょっと一振りして、一振りして、まあ、せっかく用意してくれたし、ね、ね、なんか悪い、悪いし、すみません、うん、ということで開けましょう。開けましょう。オープン。じゃん。おお、おお、あ、うわー、美味しそう。すごい。うわー、すごい美味しそう。すごい、もうホクホク。もう食べていいですか？あ、いただきます。あ、これホクホクですよ。本当に、うん、私も食べたい。お芋甘いよ、もうこれだけで。え、あ、甘いね。さあ、これだね。あ、出番。楽しそう。え、楽しそう。あ、これ楽しいよ。本当にやってみて。出る。ね、牛乳入れようよ。あ、入れよう。これも入れてみようか。うん、これなんだっけ。お砂糖かな。これお砂糖か、うん、ジャム。うん、贅沢だねこれ使うの、ね、なんかこんな使って。もう半分使った。これ絶対いいジャムだよ、うん、これ入れたらなんかちょっとね、うん、あのお菓子作りのだからプロっぽい。プロっぽい。すっごいバニラの匂いする。私たちにはこれがあるんだよ。あ、ほんとだ。粗挽き粉。これがポイントです。シュ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 。え、どんな味になるんだろう。胡椒が滑りが良くなるのか。そうです、味にコクが出ます。おお、さすがです。こっからさ、固めるんだよね。そう、お寿司屋さんだよ。スイートポテトの形。え、うまくない？もうそれで出来上がりじゃないの？全部使ってね。うわ、職人じゃん。うなんかもうこれあれじゃない？パンだよ。これあれだよ。何？このさつまいもだよ。ほんとだ。戻った、戻ってきた。おかえり。どうしよう。いや、でもせっかくだからね、あやゆかっぽいの作ろう。そうだね。くぼみはこれをね、生かすために作った。そうでしょ、後付けでしょ、絶対。焼き時間聞く？オーブンでどのぐらい焼けばいいですか？180から200度でだいたい10分ぐらい。あ、じゃあ大きいのあるから13分ぐらいにしとく。あ、15分にしとこう。さあ、もうすぐ出来上がるね。今何言うの？ゼロー。はい、おお、できたー。よし、スイートポテトあやゆかスペシャル完成。さあ、おっきい。おっきいよ、改めてね、見ると。あ、いただきます。
ただきます。なんか味する食べよう。じゃあちっちゃいの、うん、あーはい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 、栗が来る。お、うん、おいしい。ジャム入れたからね、うん、ジャム正解かもしんない。本物出てきた、本物出てきた。あ、ほらやっぱこれだよ、正しい形。これこれ、スイートポテト。いただきます。うん、うん、うん、バターの味かな。うん、する。うん、まずね、食感が違う。あの、本当に外がカリってなる。茨城県産のさつまいもを使った、本物のスイートポテト、そしてあやゆかスイートポテトたちをぜひ皆さん、作ってみてくださいね。ということで、このポイントは何ですか。はい、栗ジャムを使います。はい、では皆さんまた次回、バイバーイ。